皆さんこんにちは。二松学舎大学キャンパスツアーへようこそ。今日は私たちがご案内します。二松学舎は明治10年10月10日、漢学舎であり法律家でもあった三島忠秀先生によりこの地に創建されました。では早速ご紹介いたします。こちらが付属図書館です。パソコンやスマートフォンから電子書籍も利用できます。大学資料展示室です。定期的に企画展を開催しています。創立者三島忠秀先生の名前を冠した忠秀記念講堂です。学生ホールです。授業の合間にちょっと一息つける癒しのスペースです。ここからは私が紹介します。入試課です。大学、大学院の入試に関することは何でもお問い合わせください。お待ちしてます。こちらがいつも授業で使う教室です。こちらは九段2号館にあるラーニングコモンズです。プレゼンテーションルームでは3台のプロジェクターやスクリーンを使いながらアクティブラーニングができます。今まで九段1、2号館をご紹介してきましたが、この他に九段3、4、5号館もあります。こちらは九段1号館にある13階展望レストランです。とってもおしゃれなレストランなんですよ。ここからは私がご案内します。はい、こちらが教務課と学生支援課です。授業や学生生活全般をサポートする場所です。いつでも来てください。はい、こちらがキャリアセンターと教職家庭センターです。進路や就職、教職に就くため様々な相談ができます。こんにちは。よいしょ。次は国際交流センターに行ってみましょう。 This is International Center. If you are thinking about studying abroad, please come to visit this office.本日は二松学舎大学のキャンパスツアーにご参加いただきありがとうございました。キャンパスは皇居、観光庁、数多くの文教施設が立ち並ぶ緑豊かな場所にあります。皆さんに実際にお目にかかることを楽しみにしています。せーの、お待ちしています。